NHP130 ビッツやね。これのね、そう、これをな、まあ、直すというかな、筆で塗るっていう程度やね、やっていきたいと思います。これもやな。ちょっとね、はい、へこんでるんで、はい、声が出るだけ。これでだいぶまっすぐなったやろ。うん、だいぶまっすぐなった。へこんでるやつ、うん、まあ、これでくぼみがなくなったもんな。くぼみがな、ああ何回も言うてるやろ。ブレークリーナー、いや、これで油分を取らなきゃ。なるほどね。これない、これも当たってんの。お願いします。もうすぐに取る。汚れかな。見えへん。いや、だって消えたよ。ちょっとな。いやいや、あ、でもまだちょっとついてる。ここも多分ちょっとだけ剥がれてんねや。これは塗らん方が多分自然に落ちるかもな。あ、もうやで、もうやで、もうまだ当てると思う。塗るだけでもええと思う。え？へこみ直しはええ。うん、綺麗です。まあ、これはまた違うとこで当ててんねんな。当ててんねんな。そうしたらね、どんくさいねんな。でも今日49歳のおばあが孫を連れて
事故とって孫引き殺したようなニュース見てちょっと49歳のおばおばあさんが1歳の孫を、うん、じゃあ49歳のおばあさん、うん、えらい若いババアやな。私ももう確認確認して目に入ってない。大丈夫ですか。この傷の中にこう入ってるから傷の中に汚れ、これはしゃあないな。点々ぐらいは、はい、そのうち取れるやろ、はい、よっしゃ。もういいですか。うん、これな、これ一色なんかな。皮がな、皮が買い殺しだ。あかんの。うん。やっぱりちょっとあれやな、クリームっぽい、ね。一液や。これでやテント塗りたいね。なこれで色かけるこのテント。これなこれもな色が中に入ってる。これで終わり。はい、これ以上することあれへん。そうやな、もうこの傷は治されへんからな、うん、ありがとうございます、うん、これ以上、はい、お金はいくらにします。お金はいらんや。なんで。今回はこのビッツのちょっとへこんでるやつをヒートガンで戻してタッチペン。皆さん自分でやりましょう。他にもね、いろいろ動画を出しているので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。